中市別町は北海道市別郡にある町、市別川の中流域にあることから。中市別町は東西約4 2トル、南北約2 7トルあり、南部は混泉大地の丘陵、北部は知床半島から連なる山岳地帯になっている。中心市街地は市別川によって開かれた河岸岸球であり、標高約5 0ルの低地に形成している。 土地は主に泥炭地と火山灰地である。町域のうち約5割を山林で占めており、そのうち山岳林が約4割になっている。平野部には開拓市顧問、ホーレスケプロンの提唱した開拓植民区画に基づき、格子場に防風保安林を配置しており、独特の風景は、根泉大地の格子場防風林として、北海道遺産に、また、 同東,東根戦台地の暴風林として、人と自然が織りなす日本の風景百選に認定されている。中標津町の気候は内陸性の気候であり、亜寒帯湿潤気候に分類される。気温は8月の平均気温は摂氏18度前後であるが、最高気温が摂氏30度になる日もある。一方、1月の平均気温は低摂氏7度前後になり、最低気温は低。 摂氏20度になる日もある。降水量は比較的雨の多い9月で約170ミ、mm、リメートル、年間で約1000ミリメートルになっている。北海道内の多市町村と比較して、冬季の降雪量は多くないが特別豪雪地帯に指定されている。これは非常に強い風が吹き込むことで地吹雪などの暴風雪被害が発生することによる。これに対して、 防災科学技術研究所は2013年より、文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクトの一環として、北海道中標津町を対象とした吹雪、発生予測システム活用と、効果的な雪氷防災対策への支援を実施している。中標津町の人口は、1950年の調整施行後から増加し続けていたが、2010年以降は、 現象に転じている。縄文時代前期頃から人間が住んでいたと見られる遺跡や茶師跡が当地からも多数出土している。19世紀初頭には、種別川とケネカ川沿いに種別とシャ里を結ぶシャ里山道があった。もともとアイヌが利用していた踏み分け道であったが、1810年に開通すると中種別に関する記録にも登場し、 現在の中標津市街を流れるタワラマップが川や地な川はじめ町内の数箇所に昇級所があったことなどが記されている。1885年には、現在の国道244号の前身となる新車里山道が開通したために、旧山道は廃止となった。1901年に植民区画を開放すると、北海道の宅職計画進展とともに、 北海道外からの移住者が増えていった。ところが、大正から昭和にかけての世界的経済不況と例外、共作により技能者が続出し、中でも1931年、1932年の大共作は開拓農民に大きな打撃を与えた。そこで北海道庁は、混戦源や農業開発後可燃計画を策定し、 穀物を主体とする農業から畜産を主体とする農業への転換を図った。1937年に日本国有鉄道私別線が開通すると交通の要衝として発展していった。中私別は私別村に属していたが人口が増加して産業の振興が進んでいくと役場移転活動が活発になって分村運動に発展した。 戦時中は一時立ち家えになるが、終戦後に再び運動が起こり、1946年に分村が実現した。なお、分村から約3年後の1950年には、調整施行している。中市別町の歩み参照役場、市町町議会同議会議員、国会議員高等学校特別支援学校義務、教育学校、中学校、小学校、保育園、幼稚園。 一団中市別町の農業は、落農が中心であり、高地は約2万3000ヘクタールの牧草地と、約1100ヘクタールのジャガイモ、天才、大根などを作付けしている畑がある。乳牛は約3万9千頭を使用している。農家は機械化の進んだ大規模経営が多く、コントラクターや落農ヘルパー制度を利用した生活に、ゆとりある農業を営んでいる。 中標津町は地理的に北海道東部の中心地であることから周辺地域の産業拠点になっている。また、中標津空港があるため、知床半島、マシュ湖、アカン湖、釧路湿原などへの観光拠点になっているほか、移住体験事業、お試し暮らしは北海道内トップクラスの受け入れ実績になっている。ショッピングセンタースーパーマーケット、 中標津空港中標津町交通センター町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道線の本線しべ茶駅。廃止された鉄道かつては町内にし別線が通っており、本線にケネベツ駅、海英駅、東幌駅、中標津駅、上武スケ駅、四川に京和駅があった。別線廃止後、中別駅跡地,跡地には、 中標津町がバスターミナル中標津町交通センターを設置したほか北海道旅客鉄道が営業窓口となる JR 中標津トラベルセンターを設置していたが2012年3月末に閉店した市内線郊外選定期路線バス空港連絡バス都市間バス町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの釧路出現阿寒 マシューシーニックバイウェイになっている。国指定、または登録庁指定映画50音順50音順中市別町民検証。私たちは、朝夕気高い武サだけを仰ぎ、市別川の流れと共に開けゆく中市別の町民です。果てしない緑の原に、先人の厳しい開拓の後を忍び、その心を受けて、みんなの力で明るい、豊かな街を作るために、 この検証を定めます。昭和40年7月1日制定中市別調査、注釈出展行政産業観光。ありがとうございます。